よし。拠点を学校にしますか？学校にしません。拠点はお城にしたいです。お城に。ポルポルが城作るで。マジ？城対決しよっかな、ポルカと。ポルカの圧勝やん。は？まだ始まってもないのに。なんでそんなことを言うんですか？あなたたちは。相手はシラケンだ。シラケンかよ。シラケンか。強いな。いや、でも、シラケンは、やはりマイクラのイメージがあるからな。カナケンだって、ワンチャンある。そういえばカナケンさん忘れてるわけじゃないんだけどさ、なんかマイクラのサーバーをね、ワンチャン、なんか新しくするかもっていう話が数ヶ月前に、運営さんからちらっと出てたんよ。もしかしたら、その可能性もなきりにしても、ああやめって言ってたんで、じゃあ、カナケンの建物今作ったら消えちゃうんだったら、ちょっと待とうかなって思ったら、なんかね、なんか、あ、じゃあまた新しいサーバー作って今のとことも行き来できるような、そういう感じなのかなと思って、ちょっと待ってみたんだけど、なんかね、始まらなくてさ、新しいの。どうなったかちょっとまだわかんないんだけど、今運動会も近いし、自分の記念枠とかもあるから、また来年ぐらいに、またマイクラ、やろうかなと思ってる。そう、今、マイクラに参加して、あんまりやってない人とかさ、誘ったりとか、嫌じゃないっていう感じの、マイクラやりたいけど、なかなか、もう、建物ができてて、ちょっと建築とかもしづらかったり、万が一壊した時とかが、不安でっていうさ、相談とかを、おい、ここどこやねん！相談とかもね、聞いたりとかしたんで、それなら、一緒にやったらね、万が一壊れたところでカナタンが、いいよって、大丈夫だよ。大丈夫。僕が謝っとくからねって言えばさ、怒られないじゃん。いや、誰も気にしないけどね、みんな。ホロメンもちろんみんな。だって恋に壊すことはさ、まずないからさ。さりげなく、カナタ先輩ってつい言っちゃったことで後輩からの、話だとバレてしまうというちょっとボンミスをしてしまいました。